まいんじゃない。東京拘置所では今日、寺島さんが一日所長を務め、収容者の食事を事前にチェックする検食を行いました。会場では矯正展も開かれ、全国の受刑者らが作業で作った製品600点以上が展示されました。最も高額なものは富山刑務所のおみこしで1点160万円。売上の一部は犯罪被害者支援団体への助成金になります。